はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もですね、 B リーグ観戦ブログやっていきたいと思います。はい、今回はですね、シーホース三河対、三遠ネオフェニックスのゲーム2の、模様をですね見ていただこうと思います。はい、僕が現地観戦する最後のですね、観戦ブログになります。はい、今シーズン最後のね観戦試合、勝ちで、締められるでしょうか。では早速見ていきたいと思います。はい、ということでですね、現地観戦最後、今シーズン現地観戦最後の試合ですね、無事に勝利で終わることができました。やったぜ。はい、ということでですね、今シーズン最後の現地観戦だったんですけれども、はい、勝利でね、終わることができて個人的にはすごく満足をしております。はい、まずはね、チャンピオンシップ出場決定というところと、あとはガードナー選手の通算8000得点、そして2500リバウンドとね、記録ずくめの、試合となった試合をね、観戦に行けたのはすごくね嬉しいことですし、楽しかった試合でした。はい、途中ね、リードされたりとかね、ちょっと危ない展開もあったんですけれども、第3クォーターでしっかりひっくり返して、第4クォーターでね最後、粘ってなんとか勝利を取れたっていうのは良かったかなと思います。はい、今シーズンは、来週と来週あるんですけれども、ちょっとね今回はちょっと試合を見に行くことができないので、これが最後の観戦になるかなとは思うんですけれども、今シーズンね、シーホース三河は、5試合かな見に行って5勝0敗ということで、1回もね観戦に行った試合負けなしだったのはすごく嬉しかったですし、またね来年も機会があればぜひ見に行きたいなというふうに考えております。はい、ということでですね、今シーズンの B リーグ最後の観戦、まずは勝ててよかったなというところと、またね、来年も見に行きたいなという気持ちが改めて強くなりました。はい、来シーズンどんな陣容になるか、まだチャンピオンシップも終わってませんから、まずはそこをね、まだシーズンも終わってないですしね、頑張ってほしいなというところと、まずはチャンピオンシップホーム開催っていうところで、あと大阪戦がまだ残ってますからね、そこ2試合、あとは滋賀戦かな、頑張ってもらって、いい結果で今年のシーズン終わることができるといいなと思っております。はい、ということでまた来シーズンも B リーグの、試合、ちょこちょこやっていければと思いますので、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。